ブルース・ブラウン・ジュニアは、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州ボストン出身のプロバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションは、シューティングガード。マイアミ大学で2年間プレーし、2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたが、代理人は雇わず、指名されなかった場合は大学に残る意向を示した。 2018年6月21日に行われたドラフトにおいて2巡目全体42位でデトロイトピストンズから指名されその後契約した同年10月17日のブルックリンネッツ戦で NBA デビューを果たしたこのシーズンは NBA で74試合に出場した2019から20シーズンはシュート成功率が上がり平均得点も増加した 2020年2月2日のデンバーナゲッツ戦で19得点、10リバウンド、8アシストを記録し、チームの勝利に貢献した。2020年11月19日に3チーム間のトレードで、ブルックリンネッツに移籍した。マール22、AP、マイアミハリケーンズ、ブルース・ブラウン・ジュニア、ウィルテスト・ NBA ドラフト・ウォーターズ、フォックス・スポーツ、2020年12月20日閲覧。 オルター、マーロー、デトロイト・ピストンズ・ゲット・カイアリー、トーマス・イン・トレード・ウィズ・セブンティ・シクサーズ、アド、ブルース・ブラウン。デトロイト・フリー・プレス、2020年12月20日、閲覧。ピストンズ・ドラフト・マイアミ・エス・ブラウン、トレード・フォー・クレートン・エス・トーマス。USA、Today ・トゥデ y 2020年12月20日、閲覧。ピストンズ、ブルース・ブラウン、フラーツ・ウィズ・トリプルダブル。 cbssports.com 2020年12月20日閲覧ブルックリンネッツアクワイアランドリーシャーマとブルース・ブラウンザ・ドラフト・ライツ2レジー・ペリー・イン3ーチームトレードブルックリンネッツ2020年12月20日閲覧ありがとうございます